おはようございます。こちらは松本地区五県連合、そしてまた戦争させない選任会でございます。 9.19 を忘れない、そして安倍政権を倒す、そうした思いで毎週金曜日行動を起こしていこうということで、7月の頃からずっと続けてまいりました。安保法案が国会で強行採決されましたけれども、この安保法制についての問題点、さらに一緒に考えて、できればこの安保法制はやはりどう考えても憲法違反であって戦争につながっていく、そういう法律であるから廃止を求めていく、そんな運動や戦いを続けていこう、こんな思いで金曜日に行動をさせてもらっています。今週の火曜日の10日の日には、安保法制の撤回を求める信州大学人の会が第5回目のシンポジウムを行いました。7月、8月、9月、10月、11月と基本的に毎月第2火曜日の夕方6時半から松本キャンパスの中で、憲法の観点から、あるいは日本の歴史の中から、今回の戦争法制の問題どう考えるのか、あるいは戦中戦後の中で当時旧制松本高校に学んだ若い人たちが戦争の中にどういうふうに組み込まれていって、どんな思いがあったのか、いろいろな角度からこれまで信州大学の中で研究をされている先生のお話を聞いて、そしてまた今私たちがどう生きていくのかということを考えております。で、今週の火曜日の10日には三鴨先生から、国際政治学の立場からアメリカやあるいは日本、こういったところがアジアとの関係の中でどのような政治的な環境にあるのかというお話を三鴨先生からお聞きをいたしました。安倍政権が参議院に審議が移ってから、もっぱら中国との関係の中で国際的な安全保障環境が変わったということを主張をしてきました。三鴨先生からは、極めて冷静な今日の安全保障環境についての分析についてお話がありました。それは中国やあるいは北朝鮮が今日の国際的な平和秩序に対して攻撃をかけているのかどうかという、その問題が大きな課題であります。中国が国際連合を中心とした平和秩序に対して、それに反撃をしようとしているのかといえば、これはどう考えても根本的な問題として、国際連合の国連の常任安全保障理事国である中国が、この国際的な安全平和に対する挑戦をしようとしているというふうには基本的には考えられないわけであります。政府が説明している安全保障環境の変化というものは、根本的に日本が戦争に参加をしていかなければならないほど緊迫した事態であるのかといえば、それは冷静に考えればとてもそういう状況ではないし、中国が軍事力を持って世界制覇をするような、今の国際的な平和秩序に対する攻撃を仕掛けてくるような、そんな安全保障環境にの変化にはなっていないというのは、ごくごく考えてみれば
当たり前の話であります。一方で確かに中国が日本の GDP を2010年に超えて今アメリカに次いで世界第2位の GDP という経済発展国家になっています。そしてその 2.2% を軍事費につぎ込んでいるわけでありますから、そういう意味での軍事的な技術的な革新も含めた軍事的な脅威という面においての軍事的な技術革新という面においての安全保障環境の変化というものは当然あるわけでありますが、しかしこれは中国に限った話ではありません。当然日本の自衛隊の軍事的な技術力も当然同様に変化をしているわけであります。でこういった中で日本が今後どういう立場でこの東アジアにおける安全保障環境を作っていくのかということが問題であって、韓国や中国といかに話し合いや平和的な外交を通じて東アジアにおける平和安全保障環境を作り上げていくのかということが大事な問題であります。安倍首相は実に数年ぶりに中国やあるいは韓国の首脳と話し合いをすることができました。この話し合いをすることができたということについては評価をしなければならないというふうに思います。ただそもそも中国や韓国と話し合いができない環境を作ってきた、その責任はまさに安倍総理大臣にあるわけでありました。歴史修正主義的な過去の侵略戦争を侵略戦争として認めない、こういう態度や、あるいは8月15日の談話においても安倍総理大臣自身が個人的に侵略戦争として認める、あるいは侵略で被害を被ったアジアの皆さんに対する謝罪の気持ちが表明されないだとか、あるいは靖国神社に参拝をするなど、政府の立場になる人が憲法に違反をする、政教分離に違反をするような、憲法違反の靖国神社参拝をするような、そういうことに対する韓国やあるいは中国をはじめとした東アジアの国々から歴史修正主義ではないのかというふうにして話し合いを拒否されてきた、その責任も同時に私は安倍総理大臣自身が考えなければならない問題だというふうに思います。